どうも、死ぬまで実家暮らししたい系 VTuber のニートワイです。今から親のご飯、こっちが自分で作ったご飯をね、食べていくんですけども、できる女ってのはね、ご飯食べる時間も有効に使うものなんですよね。ということで、今回は動画を見たり、いいねしたりチェックインすることでポイ活ができ、そのポイントを電子マネーや QR コード決済、アプリ用のポイントに交換できるという、アプリ TikTok Lite のリリース記念のタイアップ動画となっております。TikTok Lite の紹介もしつつご飯を食べる、両方やらなくちゃならないってのが売れっ子 VTuber の辛いところだな。覚悟はいいか、俺はできてる。この世の全ての食材に感謝を込めていただきます。ではまずは汁を食していきたいと思います。うまそうでしょ。ね、はあ、美味しい。このね、ちょっとスプーンしか持ってきてないわ、間違えた。箸を持ってくるべきだった。うん、うまい。なんか、これエビ入ってるんですけど、あのさ、冬のさ、実家ってさ、鍋しか出ないのあるあるじゃない？あった！僕そんな鍋好きじゃないからさ、まあ嫌いじゃないけど普通やねん。だからいっぱい出られると、もうええわってなる。これエビって殻ごといけるっけ？マジでバカじゃねえの。いやー、もう最近ねこれにハマってんのよ。この卵とウインナー、これハムとかベーコンでもいいんだけど、これがうめえんだわ。皆さん実は気づいたと思うんですけど、ここのねプレイマット買いました。今寝起きなんですけど、今5時です。うまい。ウインナーってシャウエッセンが一番美味しくない？もうシャウエッセンに勝るウインナーがない。皆さん今年1年はどうでしたか？僕はもう激動の年でしたよ、本当に。去年の僕は VTuber なんですけど、去年の僕はもうこんななると思ってなかったね。うん。去年の僕が今の現状知ったら、はってなると思う。1年でね、チャンネル登録も60万人ほど増えましてね。本当に皆様、ありがとうございます、チャンネル登録。ということで TikTok Lite の使い方を説明していきたいと思います。まずは概要欄のリンクで TikTok Lite をダウンロードしてください。アプリをインストールして起動してもらって、左側にあるアイコンをタップ、そして新規アカウント限定報酬をゲットしてください。全然難しくないのでかなりお得です。アカウント登録が必要となりますので、このタイミングでアカウント登録してください。もうすでにアカウント持ってると自動的に TikTok Lite でも連動できます。その後は動画を見ながら好きな動画にいいねしたり、 TikTok Lite のアプリで動画を見たり、毎日チェックインしたりしてポイントを貯めながら楽しんでください。特にまだ TikTok Lite を使ったことない友達を招待するとポイント報酬が特に大きいらしいので、ぜひ招待もしてみてください。知り合いなどを招待して一緒にポイ活を始めてみてください。次に機能の紹介です。使い方はとっても簡単です。アカウント登録をした後は左側のアイコンをチェックしてください。随時ポイントがアップデートされます。アプリ内で獲得したポイントの交換やポイントをさらに獲得できるタスクの確認は下の真ん中のアイコンをタップして入ったページでできます。さらに今ならイベントが2つも開催されてます。1つは12月26日から1月3日、内容は友達を2人招待すると80万ポイントもらえるキャンペーンを実施しています。招待した方は2人招待で招待報酬80万ポイント、招待された方は各タスク報酬がもらえます。もう一つが驚きの今年最大級のキャンペーンで、超 TikTok Lite メガポイントウィーク、期間は12月26日から1月3日で、内容が驚きの総計455億ポイントの山分け。このタイミングで始めればさらに多くのポイントを獲得できるから、概要欄からぜひダウンロードしてみてください。このアプリを使ってたらちょっとコンビニでお水買うとかが気軽にできていいね。気になった方はぜひ概要欄からダウンロードよろしくお願いします。 TikTok Lite の公式 X アカウントをフォローすると随時お得なイベントが告知されるので、さらにお得に楽しみたい方はこちらもぜひ概要欄からフォローしてみてください。